ロックデュオ、ビーズは、人気アニメの20周年記念の劇場版、名探偵コナン、ジュンクロの悪夢の主題歌を担当する、劇場版のコナンシリーズに主題歌を提供するのは、5年ぶり5作目、過去の4作で、計120億円以上の興行収入を叩き出しており、最強タッグで20周年を飾る、20作目となる、劇場版の主題歌は、新曲、世界はあなたの色になる、ボーカル、稲葉浩志が力強く歌い上げる、ミドルテンポの、壮大なロックバラードだ、名探偵コナン、の原作者の青山剛昌氏が、今度の映画は、真っ黒な話ですが、見終わった後難色の気持ちになれるかはあなた次第、とコメントしたことを受けて、二人が書き下ろした、タップは、青山氏が、ビーズの大ファンだったことで、99年に始まった、ハラハラするストーリー展開や、人間の悲哀などを描く作品に、ビーズの曲が、マッチするとファンにもおなじみ、今作でテレビアニメ、映画を合わせて、計10回目のタイアップとなる、劇場版は、毎年公開されているが、節目はビーズ、6年の10周年、11年の、15周年の劇場版でも主題歌を担った、今作でも配給側が、20周年も、ぜひビーズさんにやっていただきたい、と熱望した、ビーズは、主題歌を担当させていただき光栄です。劇場版は、回を重ねるごとにストーリーが深まっていき、今回は、コナンという作品の持つ影の部分もかなりクローズアップされていて、楽曲も今までと違え、浮き分で、制作しました、と話している。また、劇中にはギタリストの、松本隆弘が、ギターパートを演奏した、コナンのメインテーマも流れる。